はい、よろしくお願いします。みなちでございます。というわけで、脱初中級のラリー編というところで、今日は体のこう最初の動き出しの部分ですね、やりたいと思います。まあ、初級クラス、中級クラスだと、まあ、ちょっとゆっくりめの、ラリーが多かったところから、上級クラスになるとちょっと早いテンポに、慣れていかないといけない。で、あの人は結構早いテンポで、やっていけそうだなと思ったらコーチから声がかかって、こう上のクラスに、ね、上げてくれるという感じになると思いますけれども、その今日はそのちょっと早めのボールでも、しっかり対応できる動き方ですね。ここのところ1歩目の動かし方やりたいと思います。まずオンコートでの、動画を見ていただいて、その後補足説明という感じでいきたいと思います。では行ってみましょう。どうぞ。はい、よろしくお願いします。脱初中級というところで今日もね、ラリーを続けるコツいきたいと思います。今日は、動き出しのところですね、やっていきたいと思います。はい、こう構えておいて相手からボールが来た、どういう感じでこう皆さん動いてますかというところですね。ここをちょっと確認するだけで、だいぶ、打ちやすくなると思います。まず球出し練習の時ですね、どういう感じでやってるのかっていうところを、確認したいと思います。ちょっとやってみます。はい、今の分解するとどうなってるかっていうと、まあ僕自身もコーチとして最初初級クラスとかアドバイスするときにはそういう感じで言うんですけど、まずやっぱりテニスの基本であるこういうターンを作らなきゃいけないので、横を向くっていう動作をね、ものすごく入れます。はい、でこれは悪いことではなく、最初のフォームを段階的に作っていく形では、悪いことではないと思うんですけれども、実際ラリーをするときに今みたいに横一緒という感じで動いてしまうと、ものすごく前から来るボールに対応しにくくなります。ではどうすればいいかというと、顔は基本的にね、前向きのままでいいと思います。顔は前向きのままでこう用意をしていく感じですね。これと顔自体を横一緒とこう横に向ける動きとで、大きく変わってきます。球出しの時はどこに来るかある程度分かっているし、打ちやすいボールが来るし動かなくていいので、その動きを使って、で体をねしっかりこうターンから戻していく、手打ちにならないようにこの動きを覚えるためにまず横一緒という感じを入れるんですけど、ラリーになるとできるだけその動きは取らずに、顔は前を向いた状態でこういう感じでテイクバックを取るというですね、はい、こうしないということです。なので、まあ一例を挙げるとすると、この右足の使い方がポーンってこう後ろに引くような感じで使うか、ある程度その場に残る状態で、ターンを作るか、この辺りの動きでこうちょっと変わってきます。まあ、もちろん少しは引くんですけど、トンと体のこの面自体をトンと横に向ける感じよりは、こういう感じで用意をするというところですね。はい、このところをちょっと用いるだけで、だいぶボールに対してこう打ちやすい、ボールがよく見える形になります。ではいい例と悪い例やってみたいと思います。顔が前を向いてプレーをする感じですね。顔はこう、顔の面は前を向いた状態で、プレーをしていくと。これは決してスタンスの問題ではないです。こうやって横向きのスクエアスタンスを使っても顔が前を向いている状態で、良くないのは最初にこうやって横向きを作っちゃうことですね。はい、こういう感じでやると今すごく詰まったと思いますけど、やっぱ打点が取りにくくなります。はい、でバックハンドに関していくと、フォアに比べると、少し肩を入れていく動きが必要になるので、足がこうやって後ろに引くような動きは出てきます。ただ顔を先にパッて横に向けるかっていうと、そうではなく、こう前を向いた状態からプレーができるといいと思います。ではバックの、悪い例ちょっとやってみます。今みたいにしてしまうと、やっぱりこうすごくね、こう詰まりが出てくる感じです。顔は前を向けてプレーをするようなイメージです。はい、ああいう感じでやることによって、こう視界の中でこうつながりがね、しっかりあって、あ、ボールが来た来たという感じで、ボールを打つことができます。バックの場合はフォアみたいにこう前を向いてやるというよりは、背中を
相手に見せるような動きがあるので、まあ、少しね、難しいなと感じる方が、特に片手のバックは最初その動きが大きいので難しいと思います。両手は、肩の揺れがそんなに大きくなくても、しっかり打てますので、まあ、両手の方が最初は簡単に感じるかもしれないですけれども、ラリーをするときにバッとこう横向きをまず作ろうとしてしまうと、難しいということですね。顔の面がこうあったとすると、この顔の面は残りながら、プレーをする感じ、はい、にしてあげると、結構ラリーになっても、難しいという感覚がなく、ボールを正確に捉えていけると思います。ではラリーをしてみます。ではまずちょっと悪い例からいきますね。はい、まあ、かなり大げさにやってますけど、かなりこう詰まりやすいですし、やっぱりこうなんかクッと最初に顔を横に向けるので、すごくこうボールが見づらい感じがあります。では顔の面をできるだけこう相手の方に向けた状態でこうプレーをするという感じでやってみます。はい、顔をしっかり前に向けた状態でプレーをしましょう。足を踏み込んでもね、同じです。こうすることでこうずっと視界が前に保たれたままプレーができますから、難しくなく視界をね作ることができます。はい、以上のような感じで、まあ上級者の方がストロークをどうやって打ってるかというと、毎回こう頑張ってですね、こうやって、まあ、やってるように見える方がいても、足は頑張ってるけど顔までこうやって横向けてるかというと、そうではないというところですね。こう球出し練習から、ストロークにラリーにこうレベルアップするときに、ちょっとそのあたりの、違いの部分の意識すると、だいぶこうボールがよく見えてしっかりボールを、ね、打てるようになると思いますので、ぜひ試してみてください。いかがだったでしょうか。まずやっぱりね、横を向くっていう動き、テニスでは、まあ、ものすごく大事になりますので、特にテニススクールではねすごくやると思うんですよ。横を向いてください、そこにボール出しますよ、打ちますみたいな感じでね、やると思います。これは、肩を作る意味ではものすごくこう効果的だと思いますし、まあ最初からね、いきなりこうラリーから入るとか、最初から正面向きから動き出すという指導法もあるんですけど、やっぱりそこは分解をして横向きからやる方がね、効率もいいですし、まあ、なんかテニス習ってる感もあるじゃないですか。そういうので、やっぱりテニススクールでは横向いてね、みたいな感じでやることがね、多いと思うんですよ。はい。で、そこから、じゃあ実践でもやりやすい形、正面向きでボールが飛んできました、横を向きますっていう、そこのところの、つなぎ目の部分ですね。ここが、結構、難しい。はい。で、初級中級の間はボールのスピードがそんなに速くないので、よっこいしょみたいな感じで一回横を向いて、そこから動き出して打つみたいな感じで、全然間に合うんですけれども、やっぱ上級者のラリーでそれをやってしまうと、スピードが速い、それからバウンド後のボールの伸びがね、伸びてくるので、めちゃめちゃ差し込まれる、遅れる、感じになってしまうんですよね。じゃあそれを、じゃあどうやって埋めていこうと、考えたときに、やっぱり大事になってくるのが、今日ご紹介したこうターンの感じですよね。顔は正面に向いたまま体をこうグッと入れていく、感じ。感じが出てくると、それほど、体自体をよくこうちょっと横向くほどね、時間がかからないですし、何よりこう視線が視界のこうブレがないので、ものすごく打ちやすいです。一回横を向いてからもう一回前向き直すみたいな、なんかこの二段モーションみたいなのが入ってくると、めちゃめちゃ難しいんですね。で、コーチが言ってることをこうちゃんとやらなあかんと、まず横向いてターンして、そこから動き出してみたいなことをやると、やっぱそういう動きにこうなってしまう方が結構多いんですよね。で、あ、そうなんですよ、でそうやって言ってたんですけど、まあ、このね中級クラスに来て上級目指そうと思ったら、ちょっとそこを、頭離れて、前向きのままテニスするような感じでやってみてくださいよみたいな感じでいくと、意外とこうスムーズにパッ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 とこうね、動けるようになったりもします。はい。いや、これっていいんですかみたいな、ね、横向けてますかみたいな感じでこう聞き返されるんですけど、
大丈夫です。向けてます。はい、一回、フォアハンドストロークの肩をね、横向いた状態でしっかり覚えてしまえば、もうそう簡単に体からその癖っていうのは抜けないので、顔が少々正面向いてても、ラケットっていうのは適度ないい位置に引かれてるし、体はしっかりと、ターンされた状態から前向きに戻りながら、手打ちではなく、スイングすることがね、できます。はい。ですから、その形をね、しっかりと、自分で、あ、なるほどなという感じでイメージできるといいと思います。はい。体ごとよっこいしょ。顔ごとよっこいしょって横を向けてしまうんじゃなくて、顔の面っていうのはどちらかというと前を向いたまんまプレイするような、イメージですね。で、最後にちょっとこう、横向き加減にやっぱりこう入っていく感じにはなるんですけど、最初からガチッと横向けるのと、体、顔は基本的に顔の面は正面に向けながらプレイしようとしながら、徐々に横向きに入っていくのとで、全然変わります。はい。ボールの見え方も全然変わります。はい。ボールの見え方が変われば、相手のボールに対するこうスピード感というのもね、変わりますし、この立体的に跳ねてくるボールに対する対応というのも変わってきます。はい。やっぱりこう、後者の方が実践向きですね。顔の面が、前を向いている方がこう実践向きという感じですね。上級者の方っていうのはやっぱりどうでしょう。高校とかね、大学から始めたりとか、もっとジュニアの頃から始めたりとかっていう方が多いので、まあ、そのあたり、それほど分解して覚えなくても、自然に覚えてる感じになるんですね。はい、そこをまあ分解してやっていこうという感じだと、今日ご紹介したような感じで、顔の面は前向けた状態で、で、今までの体の動かし方っていうのは意識しながらやってみましょう。はい、そうすることによって、しっかりと前向いた状態でプレーすることによって、相手の、ね、こう速いボールに対するラリーでも、ついていけるようになります。よっこいしょってやると差し込まれてたボールが差し込まれずに、打ち返せるようになるというわけです。はい、この1歩目の、ね、動き出しの仕方ちょっと注意するだけで、しっかりと、ね、こうラリー続くようになって、上級クラスに行きませんかという感じで、ね、声かけられると思いますので、ぜひ皆さんコートで試してみてください。